サミタ宝塚古墳は奈良県北葛城郡河合町に所在する古墳時代前期後半の前方公園墳である。サミタ宝塚古墳は奈良盆地の南西部にある馬見古墳群にあり、墳球は前方部を北東に向け全長111.5メートル、公園部直径60メートルである。堀は確認されていない。この古墳からは1882年に 約36面の道橋が出土し、その中に、家屋文京と呼ばれている直径22.9センチメートルの大型鏡があった。その鏡の文様は、この古墳に葬られた人々の館を構成する家屋を表現したものであり、それらの家屋は、祭りごとや4世紀頃の地域の主張の日常生活に使用されていたものと考えられている。この発掘で出土した遺物は他に、 玉類、石縮しろ、桑形石、石製ゴース、活石製模造品、銅属、ともえ型銅器、トース、ケン、オノ、ノミなど、総数140点。これらは東京国立博物館、奈良国立博物館、宮内庁所領部に分かれて保管されている。埋葬施設は年度かく、その周囲に粒手を埋めた、排水口を巡らせていたと推測されている。 1985年度に実施された噴球の範囲、確認調査により、噴球の裾から出土した、沿筒波に割れつから、4世紀末から5世紀初頭頃に作られたものと考えられている。つまり、馬県地域で最初に築造された前方公園墳であることが分かった。噴球はかなり作平されているものの、全長111.5メートル。 公園部計60メートル、前方部幅50メートル。現状では、公園部は楕円型をしているが、検出した埴輪の状況から元来は声援をしていたと考えられており、二段築成で吹き石と埴輪が並べられていたと推定されている。埴輪は比例付け円筒埴輪列が並び、首レブには、軽症埴輪が存在した。軽症埴輪は縦、蓋、炭鉱、草ずり強、家。 つ形たちなど、その他の出土遺物は、車輪石墳町で採取された三角園真珠教派片が発見されている。1987年国の史跡に指定された。家屋文京橋の背面には、中央にある紐を中心にそれぞれ形態をことにする四棟の家が表されている。それらは、縦穴の家、平屋建ての家、高床の家、高床の倉庫らしき家である。A 棟は、 住居と見られる縦穴式住居で、入り口の扉は支え棒で持ち上げられ、そこに C 棟と同じ土台と蓋が見える。A 棟は他の3棟よりも大きな床面積を持って表現されている。日常生活の場を表したものと見られる。この A 棟と類似の縦穴式建物が、奈良県天理市の東大寺山古墳から出土した鉄塔の柄の関東に表されている。 B 棟は、入りもや型の屋根を持つ、平屋建ての家で、観音開きを思わせるような壁があり、木壇の上に建てられているところから大陸風な建築の影響を受けたと見られている。C 棟は、高床式で入りもや型の屋根を持つ家で、一方の妻側に手すりをつけた梯子が、他方の妻側には、露台が見られ、身分の高い人の家であることを示す蓋が差し掛けられている。また、 屋根の左右には稲妻型模様が描かれ、その模様の中に人物像が配置されている。祭祀儀礼や政治を行う中心になる建物であったろうと考えられる。この C 棟によく似た家型埴庭が大阪府八尾市の味噌の古墳の集合から出土している。D 棟は高床式の霧妻型屋根を持つ家で、一方にはしごがある。高床の下はむしろ様の仕切りが壁を作り、 収納空間を作っている。この内平屋建ての家と高床の家には、その左右に木の表現があるのは、新木と考えられる。他の二軒は立派な家だが、新木がない。その代わり、身分の高い人の家を示す入り口に立てかけられた、ひおいの傘がある。A 棟を除く三棟の上には、それぞれ二羽の鳥が表されている。家屋分と類似する家型刃庭が、 各地から出土している。埴輪では、千葉県三部郡芝山町の伝武伝一号墳や、鳥取県東伯郡由里浜町の馬の山、古墳群中の長瀬高浜遺跡から、古墳時代中期の様々なスタイルをした家型ハニワが、大阪府八尾市の味噌の古墳の集合から、A 棟によく似た家型ハニワが、群馬県伊勢崎市赤堀町の赤堀茶臼山古墳から多種多様な八棟の家型ハニワが、 出土している、ありがとうございます。